はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。さあでは今週の頂上決戦ねやっていきますか。今週は選択チャレンジから始まってますね。いきましょう。ランクマッチ押しました。さあ、ニクマンさんね、先生取ったね。先生取ったクリス、メイリー選択チャレか、クリスかな。クラシックやったらメイリー取るけど、これは前にしとこう。選択チャレはやっぱね、基本的に強キャラがもう出るもんやから、やっぱ復活キャラとかを抑えておきたいね。リンとシェンはむずいな。これもリンにしよう。ほんまに難しい。あ、出たオロチクリス、一発目からいきなりスーパー強キャラ。バースですね。こっちはクーラか。バースとオロクリやったらオロクリの方が強いでしょ。で先生取ってるんでリン置いとこ。リン、クーラ、マキシマ、マイ捨ててオロクリ出そうかな。これでいくか。マイやられてからオロクリ出してっていう感じでいきましょうか。オロクリは状態上には弱いんでね。であと防御力も著しく低いから、やっぱ火力で押し切るっていう感じですよね。復活使いながらオロクリはでも結構使い方難しいけどね、頂上では。これは全部っぱクーラスキル出てるからね。クーラスキル怒りダウンもあるからね。怒りダウンというか怒り吸収ねあるから、一旦目は全部っぱでも。マイが打てたらクーラゲージ溜まるけど、よし打てる。これはクーラもゲージ溜まるから、もう2体出ししとこう。これでいきます。いや2体出しまずいな。これでいいか。2体出しせずにいこう。こういってクーラ使いましょう。フローズンは、あー凍結は入らへん。しかも全然ダメージ取られへんやん。もっとダメージ入るかな思ったけど、意外とダメージ低かったね。凍結もなし。全キャラ打てますよね。オズワルド来た。オズが来ましたよ。メテオバースはリン。うおー金庫入ったわ。金庫入って、シャンフェイじゃない、メイリーね。オズこれマキシマワンパンは阻止したいけど、おお危ねえ。このワンパン阻止するの非常に大事。シェン防いだね。リン倒しに来るでしょここは。リン倒してここもオロクリ行こうか。オロクリね。パオはこれはクーラに入るんかな。どうかな。パオ自身かな。自身っぽいねこれは。クーラ前に出そう。オロクリと、パオ自身やね多分。そうやったら後出しかな。後出しというかこれでいきます。もう全部っぱしよう。クリス、ネームレス、そしてオロクリぶっぱしていく。このバースは倒せるよね。うん倒しました。これあオロクリあれか、9問空いてないからダメージ受けるんかな。やってもうたね。これ1ミスった。オロクリは無敵じゃないな。無敵やと思ってここの位置にしたんですけど、ダメージ受けてるわ。うわーこれ金庫、あー食らっちゃうわこれ。コピーされる。あれコピーない、コピーはないけど、やけどやばいなこれ。危ねえ、危ない危ない。オロクリが前に出そう。やばいやばい。てかクーラ使われへんやんこれ。マジか。クーラが金庫入ってるから使えない。崩壊でも入れたんで今バースに。崩壊によってだいぶダメージ取れるんですけど、クーラが痛いな。フローズンから帰ってきても何も打てない。オロクリを前にしました。右京さん、右京さん、メテオバースまた打てる。オロクリはやられるんですけど復活するね。クリティカル、やばいやばいやばい。うわーシェン使えるんか、めっちゃ減るし。これクーラがやられてしまうでしょ。クーラがやられるのが痛いな。あれクーラ攻撃しなかった今。おバース倒した、バース倒した。いいね。これパオやな。バースを崩壊によって倒しましたね。で、ここはもう全部パスね。オロクリでオズ倒して、パオはクーラに入りました。フローズンも使って、これはもう、オロチクリス使う必要ないんで、こちら SR の方ね。で、こういけば、うん、回収オロクリね。これでいこう。で、バースはもう復活できないんで、クラーク。あー、クーラやばいか？微妙に？うおー！あ、復活した！復活した！パオがやってくれた。マジか。オロクリもう一回復活できるから、
まあ、このままでいいでしょう。これは前のまんま行こう。でここもしっかり崩壊を入れていこう。崩壊入れて、これでバース倒せんくても崩壊によって倒せるんじゃない。メテオバース、この次のターンに崩壊で倒れるんじゃない。バタって崩壊ダメージすごい。ほらほらほら、えぐいねこれ。崩壊ダメージがえぐい。逆にでも今崩壊ダメージ 入れなかったら負けてましたね。バース倒す術なかったんで、崩壊で 大ダメージ取ったけど、それがなかったらね多分負けてましたね。危なかった。はい、では超導決戦の続きやりましょう。選択チャレンジね、いきましょう。ハントドーンさんね、先生は取られた。チャンチン、チャンかな。チャン取って、クラウザー信号。なんかあれやな、さっきもそうですけど、チャンとチンもそうやけど、なんかあれやね、似たようなキャラっすね。信号とクラウザーもね、怒り下げっていう意味では似てるし。熱室京都イグニス。これね、まあ熱室京かな。いや、マキ出てるじゃないですか、こっち。で、マキの、やっぱ沈黙をね、イグニスで解除されるから、イグニス取っとくんありかなと思ったけど。まあでも火力がでかいんでね、やっぱ熱室鏡は。クラウザー置こう。マキも置いて、これはもうチャンでいいか。これでいきますか。うん、ギースか、こっちは。ギースとオロチね。さあ、これでいきましょう。UR 何やったかな？あ、クリザリッドね。ヘビ創生や。ヘビ創生できましたね。クリザリッドを先に出してる。怒りダウン入った。このままいきます。あはー、ここ。見事にクラウザーだけスキル出ない。おー、クリティカル、クリティカル強。今、クラウザーも、マキも両方クリティカル出てましたよ。フォクシー使ってきた。基本レイジー。チャン後半叩きに来た。あ、スキル出てなかったよね、シンゴは。これはもう、オロチ行って、叩きに行きましょうかね。それともギース。いや、ギースか。一旦ギースやな。ギース。あー、クラウザー、マジで。クラウザー、ここ出てほしいな。めまいした、イグニス。ここはね、叩くキャラは、まあ、クリザリッドでいいか。で、クリザリッド使ってきても、お、倒せる？マジか。意外と倒せたね、今。倒すつもりで行ってなかったんやけど、倒した。クリザリッドに使われても、この、チズルは沈黙入らないからね、マキね。だから行ったんですけど、まあでも倒せるとは思わなかったね。チンからクーラか。クーラ凍結はやめてほしい。マキはやめてほしい。まあギースとかクラウザの凍結はもういいけど、マキはよし。わ、結構でもダメージ減るな。あれっすよね、チンで怒り、防御力下げられてるからっすよね。今のは防御ダウンがあったから結構減った。ここはもうオロチでいいかな。全体的に削っていこうかな、オロチ。それともギース一体出しで調整してもいいけど。うん、うわ、クラウザーマジで全然スキル出えへんな。クラウザーマジか。オロチは使おう。で、このマキはねまだ使わんでいいんですけどね、次使いましょうか。このチンは調整します。クラウザーがスキル出てたら今のもいったんですけど、結局出てないから怒り下げにいけないんですよね。ギースゲージたまれへんか。こういっときます。で、ここマキは使う。ここクラウザー出てるね、スキル。あー、こうなるか。これはね、イグニス叩こうか。イグニス叩いて倒したらクーラーやね。ギースゲージ溜まってるんですけど、もしこのオロチを調整してきたらギース打てるね。ルガール来ましたね。うん、あー、ギース調整せえへんか。ルガールマキですけど、マキは生きてる。このオロチは生きてほしい。行きますね。ネスト京都ヘビーD行こう。前はもうマキ出そう。ヘビーD前にしてこうかな。さあ、ネスト京から。うん。これで、ここのルガールを倒したいけど、ルガール復活やめてほしいよ、ここは。復活すなよ。よし。で、ここはオロクリ。オロクリはもうこの次のターンに状態異常でやられますね。クーラーは打てない。まだたまらない。さっきクラウザーで下げてるんで、その直後のターンではたまらないんですよね。これはもうマキ使って、このクーラー倒せばいけるですね。クーラーは、うん、倒しました。
まあ、これはマキがやっぱり強いね。ほんまにマキがいるだけで8対9になるんで、戦い方が。まあ、LR とかいたらね、全然変わってきますけど、LR がいない中でマキがいると、もうほんまに1体多いようなもんなんで、まあ、マキの力でいけましたね。さあ、ではランクマッチを押してますが、ベトナムの方ですね。VN さん。ラースって読むんかな、これ。ラースかわからないけど。先生取ったね。ミスタービッグ、イオリ。SR、SR、マイ。これはでもね、防御欲しい。うわー、これどうしよう。どうしよう、ロバートと暴走の選択や。これはでも暴走取るわ。やめて。もう、量来たらもう降参や、白旗。量。あぶねー、出てない。マジで怖いわ。量出たらもう降参ですけど、逆に暴走渡してもだいぶしんどいんでね。うん、そういう意味ではやっぱ暴走取っとかないとね。ヘビ、クマ、トラ、カメおれへんやん。カメおれへん。てかそもそもシコーンってまだ治ってないんかな、バグ。イグニスがいたから、フォクシー、ビッグ置きにくいな。ラモン置いとこか。いや、ラモンあかんわ。ラモンは選択チャレンジやとね、あんまり、高列に飛んでいくからね、使いにくい。これでいきましょう。基本選択チャレンジはやっぱ全滅を狙っていく戦いになるんで、基本的にはね。だからやっぱラモンとかメイとか、まあ、一列スキルのキャラ、モモコとかもそうですけど、あんまり置きたくないんですよね。これはこのまま来たら結構いいけど。このまま来ないよね、多分。このまま来たらベニマル雷光剣使って、暴走の怒りダウン出てたらイグニス叩けますからね。あ、そのまま来たわ。そしたらベニマルは生きて、生かすんかな。調整してるってことは生かすってこと？あ、やられた。やられるか。そしたら、ここはラモンでいいでしょう。ラモン。ギース考えたけどラモンにしよう。あ、暴走！暴走出ないんすか、スキル。そしてラモンはここ叩いて、これはもうイグニスですね、叩くキャラ。いや、もうこの怒りダウンしたんで、イグニスをどんどん叩いていこう。あー、ラモンほら、もう早速や。早速今、モモコに飛んでいったわ。早速っすね。やっぱ選択チャレンジやとね、ラモンはほんまに、あんまり使いにくいな。オロチヤシロ来た。オロチヤシロ。でもあれじゃ怒りたまらんよね、ラモン。ラモンちゃう、モモコ。あれではたまらないと思います。うん、イーディアンからのハイデルンね。あー、たまる！もう最悪これは。もうマジでラモンあかんわ、今のは。絶対やったらあかんことしてる。せっかく怒り下げたのに、結局撃たれてたら意味ないからね。ほんで、ここで、もうフォクシーでね、モモコ倒しに行く予定やったんですけど、マジで意味ないことした。これはもういかなしゃあないしな、ほんで、こうなると。行こう。暴走でダメゲン下げて、イオリで防御力下げて、もう全部パスは、このオロチヤシロ硬いけど、もういかなしゃあない。そんなでも勝たないね、やっぱ。ダメゲンと防御力下げたんで、今、暴走とイオリで。なんで、そうなるとそんな硬くないね、これは。暴走はダメゲン下げれるんですよ、あの必殺技。ほんで、イオリは防御力下げれるんですよね。今、そのダブルの効果が入ってたんで、いくら硬いオロチヤシロでもそんなに硬くなかったな。ファイナルブリンガーはフォクシー。リュウコランブは多分4割ぐらいしか減らないんで、ここは。あ、打たない。なるほど。打たなければこのまま行こう。このまま行って。あー、もう暴走弱いな、スキル。ほんまに。スキルが弱え。出てほしい場面ですよね、今のとこも。スキル出てたら打てるんでね。ロバート使ってきた。ギース硬いっすよ。ギースできればもう一回打ちたい。イーディアン。うん。あー、打たれへんわ。やられるわ。イーディアンが。あー、イグニススキル出てるんじゃない？ほらー、もう怒りダウン入る。いや、これやばいな。これきついわ。結構。軍内。結構きつい。暴走で回収して。こっちやね。これちょっときついよ。あと1体ですよね。これはね、ナコルルか。ミスタービッグがやられて、暴走がね、まあ、このターンミスタービッグやられるよね。生きてくれたらいいけど。あー、イーディアン溜まるんか、今ので。最悪や。マジで。うわー、あかん。あー、スキル出てない。危ない危ない。これはもう厳しい。ここスキル出たけど、どうかな。ナコル倒せたらいいけど。どう？倒せない。
これロバート溜まってるんじゃないの、ロバート。ほらー、もうロバートも怒り溜まるの早いんよ。もう最悪、負けだ、負けましたね。これはスキル、ああスキルも出ないわ。暴走がちょっとスキル出なさすぎたな。右京さんおるの、え、まだいたの、全然無理やんじゃまあでも出し方もちょっとね失敗した感じもしますが、完敗でしたね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。